空です。今日はこの子たちを水槽に入れていきます。オランダ6匹です。アクソルチャンネル。ということで、今日はこのオランダ6匹、だいたい6センチくらいかな。かわいいでしょう。赤白らさと茶色っぽいやつと若っぽいやつ。で、こちらの金魚が大抵オランダで、熊本県産熊本生まれ、阿蘇の綺麗な水で育てられた、かわいいかわいい金魚ちゃんたちです。 それで、この子たちは、この洗面器で来てから1週間ほど養生させました。1週間何も病気もなく、調子が良いので、このまま水槽に入れていこうと思います。その間、並行して、水槽の方の準備も水を溜めてろ過化をつけてやっていましたので、準備は万端です。洗面器の管理としては、2日に1.3分の2水を交換して、 餌は一度もあげてないです。それで今回この金魚たちを入れる水槽がこちらになります。40センチの水槽となります。日荘さんの全面曲げカラス水槽です。そこだけプラスチックとなってます。よく見ると、プラスチックの部分が欠けてたり、結構年季が入ってるんですけど、これはもう何十年前から使っているかわからないくらいの製品なんです。 今でも現役で使っている人はいるんでしょうかいたらコメントで教えてくださいね。昔は今と違って、水槽のサイズもいろんな種類があってよかったんですけどね。最近は売れ筋のサイズしかないので、ちょっと残念です。値段も高価になったし、それで今やってるのが水合わせですね。軽量カップで水槽の水を洗面器に入れて、洗面器に入って増えたのをまた水槽に戻して、 両方の水が同じようになるまでやります。めんどくさいけど、こういう細かいところが金魚にとっては大事なんですよね。もちろん、金魚だけではなく、熱帯魚目高、いろんな魚も同じ考えで良いと思いますよ。水温差がある時は、水温合わせも同じくやってくださいね。同じくらい大事なことですね。動画の尺のこともあるので、端折ってますが、 かれこれ30分間いかけて行いました。では、そろそろキングちゃんたちを水槽の方に入れていこうと思います。アクソルチャンネル。さあ、気に入ってくれるかなまずは赤ガチのサラサオランダですね。色的にも形的にも大好きな子です。さて、どんどん行きますわよ。そして次も同じような赤勝サラサです。この子も可愛い,い。 尻尾が白くてボディはほとんどスワーカみたいな感じで私大好きなんです。このコントラスト。そして3番目がちょっと変わった感じの茶色っぽい。ちょっとサイズもちっちゃいですね。このコハね、みんなよりも一の割りサイズはちっちゃいんだけど、元気はすごくいいんですよ。さて、次は4番目で。 この子はサラサ赤白のサラサで白がちょっと多い感じでしょうかねこの子もやばくないですかめちゃめちゃ可愛いでしょう体型のオランダはまんまる丸い感じがすごく可愛いですよね。そして5番目の子ですけど、この子も白がちょっと多い金城ろ勝ちのサラサです。この子もめちゃめちゃ可愛いですよね。それにしてもみんな状態いいですよね。 という感じで5匹入りました。ちょっと水が少ないので、洗面器の水も少し足していきます。いや、本当みんな状態良くて良かった来た時から、状態良くてああこれだったら、病気なんかしないかなっていう感じだったんだけど、ほんと元気に1週間乗り越えてくれました。ここで少し水槽内の環境を説明しますね。マズロカキは外掛けフィルターを設置しています。 そして、底砂に手綱というサラサラした砂をほんのうっすらと入れています。そして、今まで洗面器で使っていた水作エイ8という投げ込みフィルターをそのまま一緒に入れていきます。水温はだいたい22度です。pH はだいたい7.5前後です。餌は、キョウリ林さんの沈む先光という餌を毎日1日2回ほどあげていこうと思います。成長とともに種類を変えていこうと思います。 今のところは先光の育成用を上げていこうと思います。立ち上げ当初は水質も安定してないので、餌は少なめに徐々に徐々に増やしていくと良いでしょう。さて、いい感じに出来上がりましたね。それでここからが今日の動画の本質となります。タイトルにもありますようにこのままではダメなんです。正確にはこの現時点では大丈夫なんですけど、このままずっとはダメなんです。 何がダメかというと、この水槽の水量は大体約20リットル前後なんです。それで金魚というのは大体最大値で20センチくらいになる個体もいます。そうなんです。金魚って大きくなるんです。買った時よりも何倍も大きくなるんです。まあ20センチまで大きくするのは結構大変なんですけど、それでも大体10センチから15センチにはなるとは思うんです。そうなんです。 現時点では、この5匹でも飼育は可能なんです。ただ、1年後2年後となると、サイズも大きくなり、この水槽で5匹を買うことは不可能になってきます。最低でも60センチできれば、90センチ水槽が理想ですね。そうなんです。大きい水槽が必要になるんです。なので、ここで何が言いたいかというと、ゆくゆく大きい水槽を置けないのであれば、この水槽でスタートする個数とすれば、 2匹が理想ということになります。なので、皆さんは金魚を買うときはよく考えて買うと良いと思います。お店の人によく相談して買うと、失敗のない飼育ができると思いますよ。でもこの水槽で小さい金魚2匹でスタートするなんて、ちょっと寂しいんですよね。なのでついつい数を増やしていっちゃうんですよね。わかりますけどね。 他の熱帯魚で、ネオンテトラとか、クッピーとかメダカなんかは買った時からそんなにサイズは変わらないので、水槽サイズは買ったままのままでいいんですけど、金魚の場合は大きくなるんで、難しいんですよね。以前の動画でも言ったことあるんですけど、金魚って中型魚の部類に入るんですよね。なので、水槽サイズも大きいのもいるし、 水も汚れるし結構大変なんですよね。でも可愛いんですよね。あ、うちの場合は60センチも90センチもあるので大丈夫なんですけど大きさや数によって変更できるんでそこは大丈夫なのですがそれでもやっぱり大きくなると飼育が大変なので結構気を使いますね。ここでお揃いですが金魚5匹を買うとすれば やっぱり90センチは必要となります。60センチでは3匹が限界でしょうかね。飼育方法や露過層とか水え頻度とかにも関係してきますけど、なるべくゆったり買うのがやっぱり良いかと思いますよね。皆さんもこの動画を参考にしてもらって、少しでも近所飼育に役に立てたら良いと思います。じゃあこの辺りで今回はまた次回もよろしくお願いします。ではバイバイ。